じゃあですね、ここから先、まあ、今回、まあ、新型だけじゃなくて、古いタイプの Apple TV 4K でも使えるようになった機能なんですけど、iPhone の、まあ、センサーを使ってカラーバランス、まあ、分かりやすく言うとキャリブレーションを取れますっていう、まあ、この新機能ですね。それが追加されました。ただ、今このテレビドルビービジョンで接続している状態なんですけど、その場合はですね、やりたくても必要ありませんっていうふうに出てきて、もう何もできません。これは、まあ、Apple の考え方なんですけれど、ドルビービジョンのテレビに関しては調整する必要はないでしょうという考え方です。まあ厳密に言えばそれはちょっと違うんじゃないのっていう部分も、やっぱりあの、まあ、ソニーのテレビ、パナソニックのテレビ、まあ、シャープのテレビ、まあ、いろいろテレビによってドルビービジョンありますけれど、完全に同じではないので、本来はそこもキャリブレーションするのが本来のキャリブレーションなんですけど、まあ、Apple としては、まあ、そこまで厳密な話ではなくて、もう少しカジュアルな機能として、この今回のこのカラーバランスっていう機能を搭載してきたのかなっていうのが、僕の今思ってるところです、うん。まあ、ちょっとこの後実際にやってみて、まあこのレグザの X8400 の場合はどうなのかなっていうのをちょっと見てみたいと思いますが、うん、あのドルビビジョンを使用しているからカラーは正確ですっていう根拠は何なんですか？ドルビービジョンで調整している、ドルビービジョンモードっていうのは、基本的にドルビーが、自分たちで絵作りをしているモードなんですね。メーカーがしているモードではなくて、うん、ドルビーがやってるモードです。で、基本的に、まあ、さっきも言いましたけど、Apple TV のコンテンツは、HDR がほとんどドルビービジョンになってきてるんですね。で、なのでドルビービジョンで見るんだったらば、ドルビービジョンのコンテンツを見るんだったらば、ドルビーさんが作ったドルビービジョンモードが、正しい状態ですよという考え方なんですね。で、いやそうは言ったってメーカーによって違うでしょとか、まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、そこは、まあ、それを言い出したらキリがないじゃないっていうのが、基本的にアップルの、まあ、考え方なのかなというところですね。あのドルビービジョンがよくわからないところはあるんですけど、はい、例えばオーディオのドルビーだったらドルビーでエンコードしてるからドルビーのデコーダーで戻すっていうのはすごくわかるんですけど、この辺アップルと同様でドルビーさんのものっていうのはやっぱりちょっとブラックボックスになってて、我々だとちょっとまだ全貌がわからない、何をやってるのかわかんないっていうところが正直いっぱいあります。なのでもう実際出てる絵で絵音で判断するしかないんですけれど、ドルビービジョン、まあキャリブレーションの世界だとターゲットにするものっていうのが、まあ、D65 って言われてるモードがあります。でそこに向けてそのいろんな各色とか、まあガンマとか、そういったものを合わせていくっていうのがキャリブレーションなんですけど、ドルビービジョンっていうのはどこをターゲットにしてるのかは正直わからないんですね。ただドルビーはこれが我々の出した絵ですよと、いうふうにまあ主張してるので、もうこれ以上どうしようもない、っていうところです。で、まあ、昔とはやっぱりあのドルビービジョンの絵も随分変わってきたなっていうふうに個人的には思ってます。で最初の頃は本当にあの派手でギラギラしてて、もう HDR10 と全然違うんですよね。で、いやいやいやこれはちょっとやりすぎでしょうっていうふうに思ってたんですが、ここ最近かなりあのドルビービジョンの絵が変わったように思うんですね。本当は変わっちゃいけないんですけど、ドルビービジョンっていうのはあのコンテンツがドルビービジョンであることとテレビのモードがドルビービジョンであるっていうこと、これ2つが組み合わさってドルビービジョンの初めて絵が出るんで、まあ、どっちが変わったのか分かんないんですよね。コンテンツが変わったのかテレビが変わったのか分かんないんですけど、まあ厳密に例えば UB9000 だとかああいうプレイヤーでドルビービジョンを
強制的にオフにして、見たりなんかすると検証すると、まあ、コンテンツ自体はそんなに変わってないのかなって思います。どっちかというとやっぱこっちのドルビービジョンモードの方の絵作りが、まあ、昔のその、 あのデモンストレーション効果を狙ったものから、うん、だいぶそのハリウッド の、 あの映画制作者たちが、うん、まあ、あの好きな原画に忠実な、うん、まあ、いわゆるディレクターズインテンションってよく朝倉先生とかおっしゃってますけど、うん、あっちの方にだいぶシフトしてきてるなっていうのがここ数年思うところです、うん、で昔のような派手な感じにはならないです。テレビセット側のドルビービジョンの設定が変わってきてる、うん、そうですね、っていうことなんです、ね、だいぶまっとうな絵になってきてるというか、うん、で HDR10 モードと比べると、大体の傾向としては、黒がもっと沈むんですね。で、ハイライトが、の階調が結構出てくる、うん、要するにあんまり飛ばさない、うん、なので、少し HDR10 よりも落ち着いた絵になる、しっとりして、うん、まあ、フィルムっぽい絵になるんですよね、うん、これはそういう傾向が あります。各社のテレビ見てて最近そうなってます。でこのテレビでもそういう感じがして、まあ、だいぶ使えるようになったなと、うん、でやっぱり映画好きなんかはドルビービジョンの絵が好きっていう方がいても全然おかしくないと思います。だからそのドルビービジョンの映像にこのテレビはドルビービジョンを使用してるから大丈夫ですって言ってるっていうことはドルビービジョンの映像にこのカラーバランスは合わせようとしてるわけですよね。そう、ねで、まあ僕なりに考えたのは、うん、でまあ海外の、まあ、サイトとか、うん、でもうかなりやっぱりこのカラーバランスの機能のビフォーアフターを検証している、うん、まあ、ところが結構あって、うんうん、まあ、そこのあれを見るとやっぱりそのドルビービジョンっぽい絵にしてるんですよね、うん、その HDR10 で出てるものをドルビービジョンっぽい感じにやっぱ調整して出してるなっていうふうに思います、うん、だからまあ現時点で僕が思ってるのはこの機能は Apple がそのドルビービジョン非対応のテレビをお持ちの方にドルビービジョンっぽい絵で見てもらうための機能なのかなっていうふうに僕は現時点では理解していると、うんうん、まあ確かにこの設定のねドルビービジョンにテレビ使ってれば合わせなくていいよっていうのはそういう、そういう意味なんじゃないかなって思います、ね、取れますよね、それゆえにドルビービジョンモードの時はこれが、うん、機能しないと、うん、いうふうに、まあ、考えてます。だもう少しマニアの方がやってる厳密なキャリブレーションではなくてもう少しこうカジュアルなというか、そういったことあまり知識がない方にもドルビービジョンの絵をのような絵を見てもらうための機能なんじゃないかなって思いますね、うんうん、で今iPhone とかもドルビービジョンでいろいろ撮れるように撮影までできるようになってるんで、うんうんうん、まあそういったその iPhone で見てる画面とその HDR10 のテレビで見てる画面のイメージを合わせるとか、まあ、そういったところまで考えてるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、まあ、ちょっと今日はこの後、はい、実際やってみてこのテレビだとどうなるのかっていうのもちょっと見てみたいかなって思います、はい、もう一個、ワイヤレスオーディオ同期っていうのがあります、まあ、ワイヤレスのスピーカーでつないでるときに、どうしても映像と音がずれてきます。それはテレビの信号処理で、少し遅延があるので、まあ、そういったこともいろいろあってずれてくるのをまあちょっと直すという機能がこのワイヤレスオーディオ同期ですね。これはワイヤレススピーカーを使っている場合とかですね、多分これを使わないとぴったり合わないんじゃないかなと思います、うんうん、でこれも今 iPhone でできるっていうことで、まあ本当になんかねアップル製品使ってる人はみんな幸せになれますみたいなあいう感じですね。では実際に、カラーバランスの機能を使って、調整をしていきたいと思います。今レグザーは、標準モードを選んでいます、標準モードは普通にリビングで
いろんな番組を見るための、まあ、基本的なよく皆さんが使 う映像のモードになってます。で、色温度がですね、映画を見る時の 6500K ではなくて 9300K とかですね、さらにもうちょっと上ぐらいの色温度になってるのがこの標準モードになります。で、この状態のでやって果たして Apple TV はどのような調整をしてくれるかというところを見たいと思います。フォーマットは、さっき言ったようにですね、ドルビービジョンだとできないので、HDR10 のモードに今切り替えています。はい。で、このカラーバランスモード調整モードに入りたいと思います。じゃあ、これを選択します。そうするとですね、画面がこのような画面に切り替わります。で、iPhone ですね、 iPhone がにもう自動的に、カラーバランスやりますっていう、画面が出てきます。で、この続けるを押します。押すと準備中で iPhone の向きを変えてくださいっていうふうに出てきます。で、ここのセンサーを使ってやるので、このようにくっつけます。押すと自動的に始まります。赤、緑、青で白が出て、で、まあ、白の、輝度が変わってますね、明るさが、最初で色の調整をして、ここから輝度の調整をしていると。で、もうこれで終了、こちらにも終了って出てきます。たったこれだけです。これでキャリブレーションができるっていうのは結構すごい、ある意味画期的かもしれません。さあ、じゃあ結果を表示してみましょう。今、こっち側ですね、調整済みの絵が出てます。で、調整前はこうでしたと。で、今ちょっと、画面越し、カメラ越しだとちょっと伝わりにくいかもしれないですが、まあ、実際私が見た感想を言うと、やはりですね、色温度が明らかに変わってます。6500K のような、いわゆるシネマモードのような、色温度ですね。まあ、これを赤っぽいとか青っぽいとかいう表現する方もいますが、まあ本来色温度っていうのはまあそういう赤とか青じゃないんですが、まあおそらくそういうふうに見えてると思います。オリジナルの方が色温度が高い、状態、調整済みは、6500ぐらいの色温度に下がった、まあそういった意味ではオリジナルはちょっと青みがかってて、調整済みの方がちょっと赤みがかってるというふうに、まあ、見えるとも言えますが、ここから何が言えるかっていうとですね、やはり、かなり、映画を見るための画質に作り変えてるなというふうに思います。で、輝度もですね、だいぶ違うんですね。輝度も調整済みの方は少し輝度を抑えて、明るいところは飛ばないようにですね、してる感じがします。で、実はさっきですね、このレグザの映画プロモードでも同じ機能で試してみたんですが、それはほとんど変わりませんでした。少し若干色味が、赤みがちょっと増すかなぐらいのところで、ほとんど差がなくて、この標準モードはまあ、ここで見てる感じでは結構差があるなと。ということは、Apple が最終的に出したい絵っていうのはどちらかというとやっぱ映画を見るためのモード、まあ、言い換えるとドルビービジョンっぽいモードに、まあ、映像出力を Apple TV 側で調整して、出しているということが言えるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、これだけの機能を手軽なステップでですね、こういった調整ができるっていうのは、まあ、この Apple TV の出力だけしか機能しないっていう残念なところはあるんですけど、とはいえですね、あんま専門知識がない人にでも、こういった、結果がすぐ得られるっていうのはなかなか便利な機能かなというふうに思います。じゃあちょっとこれは普通の使い方じゃないんですけれど、ちょっと一旦ですね、このレグザの標準モードをめちゃくちゃな画質に、強制的にしたいと思います。画面の明るさを一番明るくしてですね、
さらに映像もこう黒レベルを一番マックスにして、色の濃さは逆に一番薄くして、色合いはものすごく緑っぽくしてという、まあ、普通じゃありえない設定にします。でこの状態で、さっきのカラーバランスのモードを使うとさあどうなるんでしょうっていうところをちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあまたカラーバランスから。はい、じゃあ、カラーバランスまた出てきましたのでやってみたいと思います。どうなるかな。もうあのさっきのRGB すらちゃんと出てこないんですけどこうなるんですね。測定できる、あまりにひどすぎるんで、これは、うん、あの信号レベルをちょっとあのいじるぐらいじゃ無理ですよと、うん、正しいですね。賢い判断ですね、はい、うん、下手に調整しない、ちゃんと見てる、はい、やらないっていうね、という結果測定できませんが出ました、うん、はい、はい、ありがとうございましたって感じですね。もう一つの、調整、iPhone を使った調整機能として、先ほどもちょっと説明したワイヤレスオーディオ同期というのがあります。これで、画面の映像と音がずれている場合、リップシンクがずれている場合に、iPhone を使って補正ができるということのようです。ただあの現状ですね、今うちのシステムはあの音はあんまずれてないので、まあ、その辺はちょっとご了承いただきたいんですが、やってみたいと。はい、このモードに入ると早速 iPhone の方に、ワイヤレスオーディオ同期っていうメッセージが出てきます。で、続けますかと。じゃあ続ける。はい、始まりましたね。はい、今出た音声ですね、あのブル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 っていう音声を、iPhone のマイクで拾って、まあ、iPhone と Apple TV の間には基本的に遅延はないですよっていう、まあ、前提なんだと思うんですが、で、本来出てるタイミングでスピーカーから音が出てなければ、それを、ディレイをかけたりっていう、指示を Apple TV の方に送ってるという機能ですね。なんで、まあ、さっき言ったみたいにホームポッドとかそういったスピーカーをワイヤレスでつないでて、どうしても映像とずれちゃうっていう場合はこの機能を使うとリップシンクが合うと、まあ、この辺も非常によくできてるという感じですね。さすがこの辺はアップルだと思います。今日はですね、先頃発売になった Apple TV 4K の新しいモデル、これを使ってですね、調整の方法、まあ、パラメータの解説と、それから、話題になっている自動調整の実際ですね、これをやっていただきました。一通りあの使われてみて感想としてどのようなものをお持ちですか。はい、まあ、やっぱそのアップル製品を使ってる人、iPhone を使っていて Apple TV 4K を持っていてっていう方はすごく簡単に、Apple の言う理想的な画質を手に入れられるんですよっていう、まあ謳い文句通りでですね、非常にまあ簡単、操作性が非常に洗練されてて、さすがまあその辺 Apple だなっていうふうに思いました。まあ、僕はあの Android ユーザーなんであのこの恩恵が受けられないんですけれど、まああの非常によくできた機能だと思いました。でまあ Apple が考えている狙いっていうのもなんとなく今日いろいろやってみて分かりましたね。はい、でまあ我々みたいなですねコアなオーディオビジュアルやってるような趣味でやってるような人たちにはまあちょっと物足りない部分もあるとは思うんですけれど、この機能はもっとカジュアルにですね、そういった画質調整、今までテレビのリモコンを使ってテレビの画質調整でいろいろやってたみたいなやり方ではなくて、そういうのわからない人たちにとってこの Apple TV 4K 側の出力を調整するっていう逆転の発想で、
この簡単な操作方法で実現してるっていうのはすごくいいと思います。まあ本当に日頃標準モードでしか使ったことがないとテレビを使ってないとか、そういった方にはぜひ使ってほしい機能だなっていうふうに思います。それでこう、あ、画質本当にいい画質ってこういうことなんだっていうことに気づいてもらえるんだったら非常にいい機能だなっていうふうに思いました。まあ、逆に言うとハイビーの読者の人たちが長年やってきたその映像調整みたいなものが基本的にできているとこの Apple TV 4K の自動調整をやってもそれほど大きな開きにはならないので、本来はそうですね、そんなに違いは出ないはずです。だから逆に言うと今までやってきたことが正しかったんだなっていうのがそうですね、まあ、くしくも明らかに実証されてるっていう感じがして、ね、まあマニアとしては安心した感じ。そうですね、だから逆に言うと正しく機能してるんだなっていうのは、うん、そうですね、すごいなって、うん、この iPhone のセンサーを使ってこういうことができるんだっていう、うんうん、でしかもね画面にピタッてつけるんで、うん、部屋が暗くなくてもできちゃうんで、うん、すごくいいですね、うんうん、まあなんかこういうもっと他の方法でも、うん、こういった世界が広がってくれたらいいなと思うんですよね、うん、多分これテレビの設計の人たちからするとちょっと驚いたんじゃないかな。いや結構おおってピリッとしたんじゃないですかね、最初は、うん、調整しなくてもいいじゃんテレビみたいなね。僕もなんか結構最初、うん、おお喧嘩売ってきたなって正直思ったんですけど、うん、ただ今日さっきレグザのその自慢の映画プロモードとでやると、うん、まあほとんどやっぱ変わんないんですよね、うん、さっき言ったその HDR10 とドルビービジョンの差みたいなやっぱ感じの程度にしか変わらないんで、まあ、やっぱりちゃんと作ってるテレビはちゃんとそういう風になりますし、うんうん、その辺は非常に客観的に、やってくれてる、うん、機能だと思います、うん、まあ、これがこういう機能でアップルとしても初めてやったものだと思うので、うんうんうん、まあ、多分まだこれからいろいろやれることが出てくるんだろうなと思う。そうですね、まあ、今残念なのはやっぱアップル TV の出力にしか、うん、まあ、今この、うん、機能は使えないというところなんですけど、まあ、とはいえですね、まあ、Netflix とか、うん、Amazon プライムとか、うん、まあ、Hulu とか、うん、YouTube とかこれだけで全部見れちゃいますので、そうですね、もう これで全部見てるんだっていう人は、うん、すごくいいですよね、うんうん、で、まあ、僕もほとんどの配信サービスはもうこれでしか見てないので、うん、で特にさっき、最初に言いましたけど、ドルビービジョン対応テレビじゃないテレビをお使いの方なんかは、うん、Apple が本来出したい色ってあこういう色なんだっていうのが、うん、調整することで得ることができるっていうのは非常に、いいかなと思います、はい、今日は、じっくり長い時間お試しいただいてありがとうございました、はいはい、ありがとうございました、はい。